サイゲームスでは2017年に 3D データを制作するためのフォトグラメトリースタジオを設立いたしました。そして2021年にはフォトグラメトリーシステムライトケージを採用した新たなフェイススキャナーを導入いたしました。高精細なモデル作成にあたっては人的・時間的なコストがかかりますが、フェイススキャナーを導入することで顔の高精細な CG モデルをより短時間で多数作成することが可能になりました。フルサイズセンサーカメラ67台を設置し、コントロールされたマルチフラッシュライトとそれに同期された高速連写撮影の組み合わせにより瞬時に603枚のロー画像を撮影いたします。こちらはデータが出来上がったものの完成をお見せしているものになります。こちらにあるのがモデルさんの写真になります。そしてこちらがスキャンメッシュから生成されたゲームメッシュになります。適正に撮影されておりますので、環境が変わってもこのように周囲のバックグラウンドと同様に浮いた状態にならずに自然な絵が表示されるようになっております。毛穴や細かいシワといったものも非常に美しくデータを取ることが可能になっております。フェイススキャナーを導入した一番の目的は、サイゲームスが目指す最高のコンテンツ作りを実現するための最高の環境を用意することです。ゲーム開発オフィス内にこのような設備を整備し運用している企業は世界でも稀であるかと思います。フェイススキャンシステムを活用して制作することにより、 CG アーティストの作業時間を減らし、よりキャラクターのクオリティアップに時間を割くことが可能になっております。サイゲームスでは2016年に東京オフィスにサウンドスタジオを設立しました。その後、スタジオを使用する案件が増えるにつれてスタジオ利用の規模が拡大していきましたが、サウンド面から最高のコンテンツ作りを実現するために2020年に新設されたのが本スタジオです。今のところプリンセスコネクトリダイブの歌の収録、ウマ娘プリティダービーの音声収録やオープニング楽曲のミックス等で使われていたりします。各スタジオ、音の響きには非常にこだわっており、デザイン性と実用性を両立させたスタジオ設計となっています。スタジオ A は 7.2.4 チャンネルのサラウンドスピーカーを備え、南国リゾートを彷彿させる内装にしています。スタジオ B はリアスピーカーを点釣りにした 5.1 チャンネルのサラウンドスピーカーを設置しております。コンセプトは都会の喧騒から離れた別荘です。スタジオ C はステレオ専用スタジオです。内装は赤を基調に高級感のあるゴシックインテリアにしています。やっぱり落ち着いてもらう、普段通りの力を出してもらうためには、こう落ち着いて心地よくいてもらうってことが必要なので、そういうところを用意しているという形になっています。音が反射するときに自然の反射を作るために棒が立っていて、森の中の反射っていうのが自然だって言われてるんですけども、そういう森の中の反射みたいなのを再現するために作られている柱になります。C だけがちょっとそのブース、声優さん等が入るところが大きくなっていて、作りが他と違う作りになっています。こちらの壁なんですけども、よいしょ、壁の中に、音響拡散体、柱状の物体が入っていまして、まずこれを外すことで残響を変えたり、この拡散体自体を動かしてそのところに持っていくことで環境をコントロールしたり、そういうことができるようになっています。スタジオ全体として多くの収録を回せる環境を用意しており、編集作業に特化したエディットルームに関しても6室を用意しています。サウンドデザイナーは PC だけ持ち込めば 7.1.4 チャンネルのサラウンドスピーカーで大音量を出しながらバランスを調整することができます。最高のコンテンツを作るっていうことを考えた時に、クリエイター一人一人が最高をジャッジしなきゃいけないって話になってきますし、その試行錯誤を行えるっていう環境を作ることが大事だと思っているので、このような作りは必要だったんじゃないかなと考えている次第です。私たち漫画事業部では、漫画アプリサイコミを運営しております。サイコミではオリジナル作品の連載をメインに、運営しております。
代表作としては強し誰も勝てないあいつにはや、フォワードなどの王道バトルやスポーツものが多く連載されている状況ですけれども、最近は、明日私は誰かの彼女やあなたは私に落とされたいといった、女性向けの恋愛ものも含めて幅広いジャンルを楽しむことが可能です。図書室には漫画図書室が用意されています。漫画が非常に豊富にあるため資料としても参考になる上に、すぐにそうした漫画を使いながら打ち合わせをすることが可能です。そういう意味で打ち合わせはかなりもう真剣に編集者望んでるはずです。もうだからそこではしっかりと言いたいことは言いますし、ダメなものはダメと言わなければいけないし、いいものはいいと言わなければいけないしっていうのは徹底してますね。要は他の漫画アプリに勝たないといけないと思ってるんですよ。でそのためにはもう純粋にサイコミでしか読めない作品をクオリティの高い作品を揃えるしかないっていう方向に舵を切ったというイメージですかね。サイゲームスがまさか漫画アプリをやってるということを知らないというか、サイコミを運営してるのがサイゲームスだと知らない読者も実は結構いるんじゃないかと思ってるくらいですね僕は、うん。まあ、今後はそこをメディアミックスとかを知っていきながら紐付けていけるとさらにいいなと思ってはいますけれども。アニメーションスタジオのサイゲームスピクチャーズでは、自社のゲーム原作である進撃のバハムートのイベントを元にしたマナリアフレンズやプリンセスコネクトリダイブのアニメを制作しています。自社 IP 以外も手掛けており、2018年に発表した作品ブレードランナーブラックアウト2022をはじめ、現在も未発表のオリジナルタイトルなど複数タイトルが進行中です。サイゲームスピクチャーズはサイゲームスの 100% 子会社として設立し、今年5年目を迎えました。手書きのアニメーションを中心としたスタジオを目指しており、社内で作画、美術、撮影、CG といったセクションがあり、自社で全ての作業を完結できる体制を整えています。こちらが、モーションキャプチャーを読み込んだようなデータになっていまして、アニメーション自体の、タイミングであったりだとか、ポージング、そういったところを修正して作業していっています。こういったキーフレームを打って修正しながら最終のルックに近づけていっています。これが本番で入ってくると、これが放映されたものの最終のルックになってきます。一番重要なことは、10年、20年と継続して、アニメに関わっていくことだと考えています。デジタル化に伴いアニメーションの表現は日々進化しています。今後は様々なジャンルや表現のアニメを世界に向けて発信していきます。アニメもサイゲームスと言われるようサイゲームスピクチャーズの制作環境も強化し、アニメのサイゲームスというブランドを確立させていきたいです。無理なせシートン学園のテレビアニメ化のように漫画の領域を飛び越えたコンテンツ化やメディア展開を今後は目指していきたいと思っています。最高のコンテンツ作りに必要なことを妥協せず追求できる方を求めております。このような環境を用意していますので、自分のやりたいことを叶えたい、その先がチームとしてのコンテンツ作りと結びついている人にぜひ一緒に参加していただければと考えています。